堀口賢治は日本の経済学者、早稲田大学名誉教授、日本農業経営大学高校長、専門は経済学、特に農業経済学、農業政策を研究、朝鮮に川出身、麻布高校を経て、1965年に早稲田大学第一政治経済学部政治学科を卒業、1968年に 東京大学大学院農学系研究科博士課程を中退。1982年東京大学にて農学博士を受け句。博士論文は土地資本に関する研究。1968年に鹿児島大学水産学部助手。1969年に同水産学部専任講師。1973年に 鹿児島大学水産学部専任講師、1977年に東京農業大学農学部農業経済学科専任講師、1982年に同農学部農業経済学科助教授、1988年に東京農業大学農学部農業経済学科教授、学科長などを経て、1991年に 早稲田大学政治経済学部教授に就任。1998年から2002年まで、同学部長を務めた後、2002年から2010年まで、早稲田大学上任理事、副総長を務めた。なお2002年から2004年まで、日本農業経済学会会長。またこの間、1982年から1983年まで、イリノイ州立大学の客員教授を兼任した。 2013年に、早稲田大学名誉教授、名海大学経済学部経済学科客員教授。2015年から、日本農業経営大学高校長、早稲田大学ボランティアセンターの設立に貢献し、農林中勤、農中創建の寄付講座をベースに、教著、書を持って農村栄光をまとめた。早稲田大学オープンカレッジが提供する、 暮らしと健康講座群の中のベランダで始めよう、有機農業とガーデニングをサポートするベランダ農業組合会長、山形県高畑町の八代村塾及び道県、佐賀市の葉山村塾の塾長も務める。ロシア語も堪能で、協約書、失われた世界の障害者の手記をはじめ、数多くの簡訳論文も手掛ける。ありがとうございます。